エコノミーニュース。おはようございますクリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋クリエイターエコノミーニュースへようこそパーソナリティのかぐわです小春立花ですさあ6月も最後ですねいやーもう明日から7月ということでは本当早いですねさあ週末ですので音声メディア関連ニュースまとめ早速行きましょうまずはホットトピック 2024年6月26日、フォーブスジャパンの記事です。レコード大手3社が音楽生成 AI のスタートアップ企業二社を提訴、著作権侵害で。フォーブスジャパンの記事なんですが、大手メディア各社で報じられています。音声の生成 AI でもやっぱり来ましたね。ただ、レコード大手3社ということですから、まあ、かなり動きとしては大きな動きですよね。ソニーミュージック ユニバーサルミュージック、ワーナーレコードということですから、まあ、この3社、これはもう本当に共同で生成 AI とちゃんと権利処理をしていこうという気概を感じますよね。相手取っているのは、私も使ったことがあります、音楽を作れる生成 AI、スノーとウディオです。実際まあ、このスノーを使った楽曲も今ネット上にたくさん出てるんですよね。 で、まあ、近い未来、生成 AI を使った曲が、Spotify とか、ああいうところで、もう数として石鹸するっていうのは、もう間違いなく来る未来ですので、大手3社は、そういった未来に一石を投じる形で、今回、アメリカの連邦地裁に提訴をし、訴えたということです。で、彼らの主張としては、レーベルの録音音源、まあ、要は有料の音源ですよね。それを大量にコピーして、自社の AI モデルに取り込んで学習させたということを主張しているわけですね。一方で生成 AI の側は著作権で保護された録音物をトレーニングデータにコピーしたという主張をしているんですね。ですから真っ向からぶつかってるということです。でもそうなんですよね。著作権で処理されたものであれば、ある意味パブリックドメインが多くなるわけですけど、そうするとあんなにかっこいい曲ができるわけはないんですよね。 ですから生成 AI をめぐって著作物をどう学習させるかということのかなり大きなトピックになると思いますので今後も引き続き追っていこうと思いますのでぜひ皆さんも一緒に考えていきましょうでは戦略テック関連ですまずはこちら2024年6月25日オーディオスタートニュースの記事です。スポティファイ 2024年7月から複数のポッドキャストツールを廃止オーディオスタートニュースさんが分かりやすく報じてくれています Spotify がね、録音ツールを廃止するというのは以前からアナウンスがありましたが具体的にね、どういうスケジュールでどういうツールが廃止されるのかということをオーディオスタートニュースさんがまとめてくれています記事から引用します7月9日より Spotify for Podcasters のモバイル版とウェブ版が 使えなくなくりますすとということですこでれただ編集機能として使えなくなるということなのでこの記事によりますといわゆるそのホスティングデータを置く場所ということでは Spotify for Podcasters の新規アップロードは今後も可能だということなんですねただ編集ツールとしては今後 RiverSide というツールを使ってオーディオもしくはビデオポッドキャストを録音編集するということになるわけですね なので、スポティファイをメインで使っている方は、オーディオスタートニュースさんの記事、ぜひぜひチェックしてください。スポティファイのビデオポッドキャスト戦略、どうなっていくんでしょうか、注目です。では、どんどん行きましょう。スポティファイはこれ以外にもいろんなニュースがありまして、アクネというブランドとパートナーシップを締結したですとか、あと、噂レベルだと思うんですけども、新しいライトプランというものも発表がされるんじゃないかという記事がありました。 あと一方でアメリカでは音楽サブスク自体が成長を鈍化しているとスポティファイを引き合いにして報じている記事がありました。うん、なんかネットフリックスもね、一時期成長が鈍化したということがありましたが、まあスポティファイもその対策として複数人のアカウント共有とかそういう締め出しとかをやるんですかね。うん。ちなみにあとライトプランというのは一応調べたんですけど公式発表はありませんでした。そして、 2023年かな確か前に YouTube もプレミアムライトっていうプランを発表して実は頓挫している経緯があります。ライトプランってやっぱりなかなか難しいですよね。あの、ネットフリックスは広告付きのプランで V 字回復したとか、あと Amazon プライムもね、月額課金でユーザーさんをね、囲い込むといったプランなどで定着した感はありますけど、一方で YouTube でさえもね、頓挫しているので、 そうそう、低価格系のプランとかって、なんか何気に難しいですよね。ボイシーなんですが、ビジネスプロデューサー職を求人募集していました。あとは、マッチングアプリ、恋リア裏話ということで、小出真帆さんとゆいちゃみさんのコラボライブが行われていました。あとは、アプリもリニューアルしたそうで、15秒スキップ機能というのが追加されたそうです。ラジオトークなんですが、 トークの日、オリジナルギフトが決まりましたね。5月分が決まりましたね。なんかね、念じるの念っていう <laughs> ギフトが作られていて、可愛かったですね。あとは、M、エムラジのパーソナリティ募集のイベントも、ユピオさんに出演が決定したそうです。アップルなんですが、iOS18 のベータ版。こちらでですね、なんと、電話アプリの留守電メッセージを自動で文字起こしするという機能が、どうやら実装されるそうです。 うんなんか、じわじわと音声の文字起こしって、もう当たり前になってきてる感ありますよね。あの、Spotify でもポッドキャストを聞くときに、Spotify 初のポッドキャストだと、本当に文字起こし普通に出るじゃないですか。なんか、こうやって自動文字起こしが当たり前になっていく未来は、もう間違いなく来るんだろうなという気がしますよね。 なんかだから文字起こしがない音声媒体はちょっと物足りなくなるというかね、実際あのほら音声ライブとかでもリスナーのコメントがテンポよく出てくる方が盛り上がるじゃないですかというように音声が文字でアップデートされていくちょうどうねりの中に僕たちはいるんだなということを感じますよね最近スタンド FM にボイシーから来る人が増えているそんな話題の中スタンド FM とボイシーの違い といったような投稿をする方が増えていました。政治家の方で、スタンド FM でそういう投稿をされている方がいましたね。あとは、スタンド FM のファンコミュニティからの発信なんですけども、スタイフキャンプというイベントがね、リスナー発ではあるんですけども、久しぶりにこういう有志的な活動なのでピックアップしてみました。YouTube Podcast なんですが、マイポッドキャストというページがひっそり追加されていました。うん、地味に Google アップデートしてきますね。 ではその他プラットフォームです。えー、今週はリッスンは近藤さんが東京に出張しているようで、大きな動きはちょっとなかったですね。サイバーエージェントアワですね。地上波音楽番組の出演権をかけたイベントの第2弾が開催ですね。うん定期開催でさすがサイバーですね。であともう一つこのアワはすごいニュースが来てるんですよ。 アイドルソングの金字塔をリスナーとともに探求する音楽配信番組、東京女子流のピラミッドメモリーズという番組があるんですが、このアーカイブがですね、アワ限定のプレイリストで配信なんですよ。これどういうことかというと、アワっていうのはもともと音楽のサブスクなわけですね。Spotify のような。で、そこが音声ライブをまず実装して、いろんなね、盛り上がり見せていると。で、さらに今度はアーカイブですよね。 これも始めたということですよね。これだからラジコがポッドキャストをやるようにアワもまた違う媒体を手書き始めたということですよね。いやーだからポテンシャルとしては国内勢としてはアワがここに来てじわじわと広がりを見せてるなという感じですよね。伸びしろしかないですからね。例えばサイバーだったらね、その音楽チケットを販売するっていうシステムもすぐできるでしょうし、あとはもう サイバーなら、例えばスタンド FM を買っちゃうっていうことだってできるわけですよね。うーん。で、最近はですね、刀剣乱舞という超人気コンテンツがあるんですが、そのニトロプラスというスタジオを買収したということで株価も大きく反応してるんですよね。うん。いや今後もちょっと泡から目が離せないですね。韓国の音声配信サブスクの KK b o x こちらはですね、なんと日本のあの人気ドラマビバンのノベライズの音楽配信を独占配信するということですね。KKBOX、じわじわと日本戦略展開してますね。日本ポッドキャスト協会20周年のセブンデイズ配信リレー参加受付中のノートが更新されていました。音声ライブアプリのスプーン、7月もですね、新人 DJ 育成プログラムが行われます。 着々と人気 DJ さんを作るべき展開していますね。この動きってボイスポコチャ DNA の音声ライブアプリボイスポコチャでも結構やっていてやっぱり草の根で底上げをしていかないといいコンテンツが集まらないでいいコンテンツが集まらないとやっぱりリスナーさんも集まってこないっていうことをやっぱり分かってるんでしょうねいや今後も注目です。ハッシュタグクリエコ ではコンテンツコラム関連いきましょうまずはこちら2024年6月25日アマゾンオーディブル公式プレスリリースですオーディブル聞き放題作品が20万作品に拡大はい今週はですねオーディブルが記者会見しましたねオーディブルはアマゾンのグループでありながら結構ね数字を出してくれる軽有なグループなんですよね アマゾンってほら、プライム会員が何万人いるとかって数字出てないじゃないですか。っていうように結構 Amazon って数字を隠すカルチャーなんですけども、オーディブルはね、やっぱり別会社だけあって結構数字を出してくれるんですよね。いろいろ見ていきましょう。まずは聞き放題の対象作品、20万作品と。いやー <laughs>、もう圧巻としか言いようがないですよね。 で、さらに、この中に人気コンテンツや、それから独占配信っていうのもたくさんありますんで、うーん、この勢いは止まりそうにないですね。で、実際、この発表の中で、東野圭吾さんの初のオーディブル作品も配信が決定したということが報じられました。で、さらに、テレビ CM の新しい映像も公開されるなど、 とにかくですね、話題にことかない盛りだくさんの記者会見でしたね。で、さらにすごいのが、7月22日まで、7月22日まで Amazon プライム会員限定の3ヶ月無料キャンペーンが行われるんですが、このキャンペーン、なんと先ほどの東野圭吾さんの発表とちゃんとね、被るんですよ。いやー、うまいこと仕掛けてきますよね。ですからまあ、こうして、 オーディオブックという良質なコンテンツで音声配信に触れるユーザーさんが増えることはね、ほん大歓迎ですから、まあ国内勢もね、頑張ってほしいわけですけども、オーディブルのこの勢い、今後も注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。一方で、オーディオブック JP なんですけども、今週は調査を発表してましたね。なんかボイシーっぽい、ちょっとビジネス寄りの調査発表なので、 ちょっとオーディオブック JP っぽくないなと思いつつ定期的にネタを提供してくれるところは本当ありがたいですよね。それから本屋大賞のあの「なるは」のシリーズまた新しい新作がオーディオブック化されましたね。ポッドキャストは今週はちょっと新作がほとんどないんですよね。OD の方でポッドキャストが始まるのが1個あって。 あとは、いおりもえさんの番組がリニューアルということで、インター FM の番組が、ポッドキャストでも始まるというところぐらいかな。それ以上に、今週は、ポッドキャスト番組で、いろんな企画が盛り上がっている、いろんなコラム、記事が盛り上がっているという週でしたね。例えば、こちら。人気ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さん。彼が率いる、ポッドキャスト制作スタジオ、クロニクル。 そのクロニクルの人気番組、ニュースコネクトというのがあるんですが、そのニュースコネクトでなんと今年行われるパリオリンピック、ここの現地取材の配信をしようという企画がどうやらあるそうなんですが、そのスポンサーをですね、募集しているんですね。いやー、こういう動き新しいですよね。 クロニクルなりのこう切り口を期待したスポンサーとかも結構増えてきそうな気がするんで、この動きはね、ちょっと注目ですね。どういうスポンサーが出てくるのかうん、注目ですよね。一方で、あんまりよろしくないスポンサーも多分来ちゃうんじゃないかっていう気もするん、しないでもないんですよね。そういうのってどう審査するのかなんかそんな裏話もね、いつか聞けるといいんですけど、そういうのは多分サポーター会員向けのコンテンツになるんですかね。なんかそういうの興味ありますね。 野村ら文さんのポストから引用します。スポンサーになってくださる企業、個人の方を募集させていただきます。具体的には配信会の最中に45秒程度のホストリード広告を挿入させていただきます。また概要欄に説明文やリンクを貼らせていただきます。ということなんですね。ホストリード広告というのは番組のパーソナリティが読み上げる 形式の広告ですので、一般的にはですねオートマチックな広告よりも効果が高いと言われている広告になります。で、なんと個人の方でもオッケーなんですね。まあ審査とご予算次第で個人の方でも ok ということですから、もしかするとね。あの個人ポッドキャストさんとかが番組広告とか出してきたりしたら、うんなんか面白そうですね。 今回は初の試みとしてオープンに募集させていただきますとありますから、これはなんかね、ワクワクしますね。どんな広告が集まるのか注目です。それから、サイバー攻撃で話題の角川なんですけども、まあ、全部のサービスがダウンしてるわけではなくて、格読むという投稿小説サイトは普通に運営をしております。そこでですね、再び音声化短編コンテストが開催されます。まあ、前回のコンテスト好評だったんでしょうね。 あの私も音声 AR のコンテスト応募状況とか逐一見てましたけど結構ね作品集まるんですよねでこういうコンテンツ作りはね角川とかはもうお得意でしょうからそうそう今回もまた盛り上がるんじゃないでしょうかねだからここに来ていわゆるアーカイブとか収録配信的なものが音声配信ではかなりこう大手が だいぶ勢力を伸ばしているなという気がしますよね。で、一方で、スタートアップやベンチャーといったところは、いわゆる音声イベントアプリという生き残り方をなんか模索しているような動きを多く感じますね。皆さんはどう思われますかヤマハがあるスポンサー契約を発表しました。それがですね、YouTube などでは結構定番のライブ配信アプリに OBS というのがあります。 こことスポンサー契約をしたそうなんですよね。これ各所で話題になってました。OBS というのはオープンソースで誰でも無料で使えるんですよ。で、ゲーム実況などで使われていたり、私もこれ使ってるんですね。で、オープンソースなので、まあスポンサーはもうウェルカムなわけですよ。で、そこにヤマハがスポンサー契約を申してたということですね。 で、ヤマハは音声配信でもね、マイクですとか、あと定番オーディオミキサーの AG-03 とかですね、音声配信者にも馴染みの深い機器をたくさん出していますから、ビデオポッドキャストとかの流れにもちゃんと乗っかってるという感じがしますよね。OBS というのはその動画配信もできますんで。で、最近ヤマハはリアルタイムに AI ボイスにボイスチェンジするというテクノロジーを発表していますから、まあそことのね、シナジーも ものすごくありそうですし、これはね、なんか制作周りとしては、うん、大きなトピックになりそうな気がします。クリエイター・エコノミーニュース。では、音声広告データ著作権 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。2024年6月28日、オーディオマーケティングインサイツの記事です。広告賞 DCC 最高新人賞原田健介氏が受賞。 テレビなども含めた、いわゆるマスメディアの広告対象なんですけども、東京コピーライターズクラブ TCC が実施する広告賞 TCC 賞というのがあるんですが、まあそこでね、ラジオ CM の話題をオーディオマーケティングインサイツさんが取り上げていました。ラジオ CM って本当つい聞いちゃうものが多いですよね。文字起こしされた CM 原稿も載っていて、なんかね、文字を読むだけでもなんかほっこりしちゃうラジオ CM ですね。 やっぱりオーディオコンテンツとしては、まあラジオというのはね、本当に歴史がありますから、まあこういうところからね、多く学べるものはあると思いますので、広告に興味がない人でもぜひチェックしてみるといいと思います。ではどんどん行きましょう。スポティファイが朝日スーパードライと広告タイアップで公開収録を行うという記事が話題になっていました。なんかその収録でも、いわゆる公開収録という形でイベント化する動き、 なんか今後も増えていきそうですよね。先ほどもその音声イベントアプリっていう言い方を私もしましたけども、コンテンツとしては世界的に今伸びている VTuber。あれもね、やっぱりライブを主体としてノベリティなどが売り上げを出していくというところでは、やっぱりこう素人でも活躍できればって、やっぱりライブ大きいと思うんですよね。 もちろんこれはプロの制作するライブ番組公開収録ではあるんですけども多分そうそうライブという切り口はやっぱり今後プロアマともに増えていくんじゃないかなというふうには思いますねだからそれに広告をつけるっていうのも今後増えてもいいと思いますしねうん注目です海外では人気ポッドキャストが映画化されるというニュースが話題になっていましたアメリカで人気のマーダー101と いう、これはクリミナル系ですかね。えー、その番組の映画化権を Amazon MGM スタジオが獲得したということですね。なんか定期的にポッドキャストが切り口の映像作品なんか出てきますね。あと海外ですと、イギリスのポッドキャスト のある調査で、リーチ、音声のそのリーチが過去最高を記録したということが話題になっていました。イギリスとかですとやっぱり通勤とかなんですかね。音声配信、やっぱり英語圏は本当伸びてますね。一方で、ニューヨークタイムズのポッドキャスト、これがですね、今後有料化するという話が話題になっていました。 そうなんですよね。この辺って、あの AI の絡みで、やっぱり無料公開していると AI に学習される AI 毒になってしまうというところでは、まあ、この流れはね、増えそうな気はしますね。そして、そんな AI ですけども、国内ではなんと AI タレントの事務所、AI タレントエージェンシーがサービスを開始したと。 いうプレスリリースがありました。いやー、ついに来ましたね。ついに来ましたね。まあでも、堀江貴文さんの AI とか、あとほら、小池百合子さんの AI 動画とかね、もう普通になっちゃってきてますからね。出るべくして出てきたって感じですよね。一方で、そんな AI のいわゆるフェイク動画やフェイク音声を危惧した動き。 はい。アメリカの大統領選挙。こちらでですね、通信各社の AI 音声電話対策というものを通信各社が AI のそういった選挙活動の AI 音声の電話対策を調査したということが話題になっていました。まあ、悪用をね、されないようにすると。 いうことでは、世間の関心事だと思いますので、まあ通信各社がね、調査したということですね。リスク対策の元年のような感じになりそうですよね。でもそれぐらいアメリカの大統領選挙はね、やっぱり世界的な関心事ですから注目です。揺るいながらも一時早々ちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日 クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしています ぜひ皆さんフォロー、登録よろしくお願いしますそしてよろしければ Amazon、Spotify、YouTube、Apple などなどでコメント、評価、レビューをつけていただきますとまだ番組は知らない他の方にも届きやすくなりますのでぜひ応援よろしくお願いしますこれからも音声配信を盛り上げるべく頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いします最近我が家の小桜インコがけびきで背中がちょっとハゲてきてしまって薬を投与しています なかなか痛々しい状況なんですが早く治るといいなというわけで皆さん素敵な週末お過ごしください次回もこの部屋でお待ちしておりますではではバイバイ,バイ,バイ